経営危機に陥っている中古車販売大手ビッグモーター DM がオリックスとテレビショッピング大手の QVC 中古車販売店ガリバーを運営するイドムの3社を支援先候補に絞り込んだことが29日関係者への取材で分かった。ただ一連の不祥事で企業価値の算定が難しいなどの制約もあり、10月末をめどとしていた支援先の選定は遅れる可能性がある。写真、店長に罰金、指示か、激しい文言が並ぶ兼重宏行前社長名のメール。 BM は保険金の不正請求などで顧客離れが加速し、自力再建が難しくなっている。中古車オークションで在庫車両の売却などを進めるが、売上高の急減で手元資金が目減りしている。現在、コンサルティング大手デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーが経営再建に携わり、会社や資産を売却する方向で支援先の選定作業を進めている。候補として投資ファンドや大手商社などが浮上していたが、自動車リースやレンタカー事業を手掛けるオリックス、顧客接点を強化したい QVC、 9月まで株式を保有していたイドムの3社に絞り込んだ。選定は入札で行われる見通しだ。関係者によると、BM は相乗効果が期待でき、信用力やブランドイメージが低下した企業への投資実績があるオリックスを有力候補としているという。一方で、不祥事のインパクトは大きく、支援先のブランドイメージが傷つく恐れもあることから、支援を受けることができるかを含め、BM の先行きは不透明な状況だ。大手損害保険会社7社は BM との保険代理店委託契約を解約。金融庁の検査や警察の捜査を受けており、行政処分や刑事処分も見込まれている。支援の前提となる企業価値の算定も難しくなっている。BM は27日に東京都内で取引銀行団と会合を開き、スポンサー候補との協議継続を説明した。BM の借り入れは500億円以上、8月末時点。現預金は300億円以上、6月末時点。あったが、足元では目減りしている。資金不足になる恐れもあり、支援先の選定を急いでいる。